興味ねえなんてよ。おめえ、一体何が欲しいんだ？おい、ニューゲート！ガキの頃から欲しかったものがある。お、あるのか。教えてみろ。家族。家族。なんだね。俺の首を取りてえってのはどいつだ。この海で俺の名を背負って好きなだけ暴れてみろ。俺の息子になれ。なんであいつのことを親父って呼んでんだ。あの人が息子と呼んでくれるからな。俺たちは世の中の嫌われ者だからよ。い嬉しいんだな。ただの言葉でも嬉しいんだ。俺にどうしろってんだ。それが本題だろう。エースを止めてくれ。あなたへ坊主が言うようになったな。あいつの罪は海賊船で最もやっちゃならねえ仲間殺しだ。鉄の掟を破ったのは俺の船に乗せたからじゃ。どんなバカでも俺の息子よ。殺された息子の話がどこへ行くんだ。神器を変えちゃこいつの世は渡っちゃいけねえんだ。
分が何をしたか分かってるよな、スクワード。仮にも親に刃物を突き立てるとは、とんでもねえバカ息子だ。バカな息子をそれでも愛そう。おめえがロジャーをどれほど恨んでいるか、そりゃ痛いほど知ってら。ダースクワード、親の罪を子に晴らすなんて滑稽だ。エースがおめえに何をした？おめえとエースは苦しいことも楽しいことも辛いことも何度も何度も仲間たちと共に乗り越えてきたじゃねえか。エースが誰の子だろうが関係ねえ。この広い海で俺たちは出会ったんだ。お前たち二人だけじゃねえ、全員俺の息子なんだ。アースクワード、仲良くやんな。決してエースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。俺だって、おめえ、心臓一つの人間一人、悪魔だの怪物だのと言われようとも、いつまでも最強じゃいられねえってんだよ。若い命をたった一つ、未来につなげりゃ、お役御免でいいな。
ともティーチ、おめえじゃねえ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負って、この世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、おめえたち世界政府はいつか来る、その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。死してなお
その体屈することなく満身創痍で敵をなぎ倒すその姿、まさに怪物。この戦闘によって受けた刀傷、実に260と7たち、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。その誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に、一切の逃げ傷なし。よかったか。